重則様の紫電一閃をご存知ですか。その技はただの言い伝えであろう。琵琶法師は本当のことだとおっしゃっていました。あちこちの村で法師の噂を耳にすることはあったが、今は小松の火事場の近くにいるはずです。もしお話通りの強力な技であれば、敵に使われてはひとたまりもないでしょうね。ただより公のお話をご存知ですか。名は知っておる。してどのような話なのだ。その鎧は身につけた者に力を授けると言われています。誤った者の手に渡れば災いが起きるとも。災いとは恐ろしいな。話の子細を教えてくれ、鎧についても。でしたら琵琶法師が力になれるはず。あざもと筒の境の川の近くにまだいると思います。ムクロだ。誰が殺した。恐ろしい侍です。奴は重則の紫電一閃について教えろとわめいていました。答えを得られぬと知るや怒りに任せ切りつけたのです。答えとは何だ。見当もつきません。語りを聞かせろ。狙いを見定める。対馬に人の移り始むるほど異様な雷と大風島を襲いけり、雷の打ちたる土より稲妻の獣入れたり、獣さがあらければ里にて暴れ破壊の限りを尽くす。早くて防ぐことをあたわず、かの稲妻の獣を果たしあたう者あらば重則のみぞとて、義人対馬第一の早業の武者を頼みけり、重則刀を持って余人に遅れを取らず、編み出したる秘剣を紫電一閃と称す。人の眼にて見ることあたわざる技なり。重則は村の獣を釣り出して小松ヶ浜へ誘いたり、砂が捕らえる獣足、獣二人と渡り合い、稲妻に砂は灰となり、木は炭となる。心とばかり重則は紫電一閃なりぎりで、最後の獣が発るほど雨雲去りて空は晴れ、対馬は子供なかりけり。その後重則隠れすみて出会う者もまれなり、類なき勇と腕とを示しし者のみに紫電一閃の奥義を伝う。大風来たる時、刀を重則の庵に捧ぐ。ありどころを知る弟子のまた獣シーゾケンとの思いなればなり。犯人の狙いは重則の技の会得、そやつに渡すわけにはいかぬ。どっちへ行った。女が橋の方へ逃げると、そやつも始末をつけさせねば。
講師が言っていた橋。鳴き声がする。どこだ。お侍様、みんな殺されちゃって。犯人を見たのか。知り人でした。子が安平。聞いた名だ。槍川家の老頭だな。顔はわかるか。忘れたくて忘れられません。ついてこい。橋の向こうに足跡があるはずだ。蹄の跡。急いで逃げたのか。古賀について他に知っておるか。幾年も前に槍川家に仕えていたことしか。槍川家は反乱の後離散し、家臣も追放されたはずだ。古賀は対馬を離れ蒙古襲来の折に戻ったとか。その後のことは分かりません。いずれにせよ、あのような所業は許さぬ。この先、敵陣があるようだ。蒙古だ、隠れろ。チュンハルゴ、ラストにせ。古賀の姿がどこにも見つかりません。古賀安平という者を追っておる。さっきまで櫓におりました。まさか蒙古と。はい。ですが言い争いを。重則という言葉は聞き取れました。櫓を調べる。新手が来る前に身を隠すがよい。何も感じない。どうしちまったんだよ。古賀は何をしておった。白い歯、稲妻で色が抜けたかのようだ。重則の話は蒙古にも伝わっておる。古賀は奉仕の語りと比べたのか。試合場だ。これを探しておったか。
古賀は伊豆子かで試練一戦を伝授されるつもりだ。この近くに白い葉をつける木があります。そこが行き先。助かったぞ。安全な場所へ逃げろ。承知しました。あのけだものを倒してください。白い葉の木を見つけねば。この葉を集めたのか。このうめき声だ。ネギョンハシンタ。テントウェイ。犯人は猛虎を連れた男か、うん、祖父から試練一戦を授かるため連れ去りました。祖父の命が危ない。行き先は。祖父の稽古場、小松の海岸にあります。どうか祖父を。得させるわけにはいかぬ。
of you. に通して渡ったようだ。駒が連れてきた猛虎だ。ネギュンベル、ネギュンベル。これが試合場に違いない。古賀は何をしておった？古賀め、なぜ殺した？いつからあるのだろうな。足跡だ。新しい。古賀康平、槍川の狼藉者め。昔のままだな。槍川が焼かれた様をお前は知らぬであろう。この15年もの間、わしは志村を切り殺すためだけに生きてきたのだ。さような気は訪れぬ。あのジジイから死に際に試練一線を授かったぞ。その身で受けよう。随分とのろまだな。それは違う。この場で見極めておく。
技のみでは俺には勝てぬ。最後があろうか。対馬を守るためにのみ試練一戦を使うとお主に誓おう。